これするだけで今まで全く商品に興味を持たなかった人が興味津々で聞いてくれるんですよね。なんでいろんな角度から。こんにちは。株式会社即決営業営業コンサルタントの豆田です。日々の営業活動お疲れ様です。今日はですね、営業成績を上げるためには何を考えればいいのかというテーマでお伝えしていきます。今日はね、3つお伝えしますね。即決営業、1つ目がですね、相手が喜ぶ提案をするということですね。こういう使い方提案したら喜んでくれるやろうな、あそこの企業はこの機能を求めてるやろうな、というようにですね、相手の喜ぶ姿を見るにはどういう提案をした方がいいのかということを常に頭の中で想像するようにしましょう。まあこれって自分の身近な人ですよね。この人たちを喜ばせるのと同じ感覚です。例えばお子さんがいらっしゃるご家庭であればね、お子様が喜ぶためにいろいろされてると思います。クリスマスにはプレゼントのリサーチをして、ツリーを飾り付けて、そしてサンタのコスプレをして喜ばせる。こういうふうにお子さんのことを考えて、できることなら何でもしてあげますよね。こういう気持ちを持って営業に取り組むことによって、皆さんの営業の仕方っていうのはめちゃめちゃ変わってきます。相手が喜ぶことをできる人は人に好かれます。で、相手に好かれる営業マンは営業成績がいいです。常に相手が喜ぶことは何かということを考えて行動しましょう。それでは二つ目行きましょう。それはですね、自分の紹介する商品に自信を持つということです。商品を提案する際、自信なさそうに提案してくる営業マンと、自信満々にね提案してくる営業マン、どっちの営業マンが持ってきた商品の方がいい商品だと思いますかね。もちろん自信満々に紹介してくる営業マンの商品なんですよ。でもまあこんなことって言われんでも分かってるはずなんですよ。それでもいざ自分が商品を提案する側になると、弱気な提案しかできないという営業さんやっぱ多いです。その自信のなさっていうのはお客様に伝わって不安にさせてしまって、そして結果的に即決を逃す。だからこそです、お客様を不安にさせないために商品を提案する際は自信満々でしましょう。これは余談ですけども、自信を持って提案をするためには商品については徹底的に勉強しましょう。なんでかっていうと、これ商品に自信を持てない理由として、単純に商品に対する知識不足っていうのもあるからなんですよ。とは言っても豆田さん、もううちの商品にいいとこって全然ないんですよ。って方もいるかもしれません。これってそんなことはなくて、どんな商品でもメリットとデメリットが必ずあります。これ例えばですけども、シャープのホットクックっていう商品があるんですけど、これ何かっていうと、まあ具材とか切って、そのお鍋に入れといたら美味しいものできちゃうよっていうね、すごいやつなんですよ。これ別に案件とかではないんですけど、本当にすごくて便利なんですよ。ただこれって料理を普段からしている人ですよね。この人から見たら、え？自分で作ればいいんちゃいます？って思うんですよ。もちろんね、僕みたいに料理が苦手な人ですよね。切って入れといたら美味しい料理できるってめっちゃいいやんっていう、そんな商品なんです。となるとですね、あ、じゃあ普段から料理してる人には売るの難しいんやろうなって感じるかもしれません。そういう方にはこんな提案してみます。丸々さん、このホットクックなんですけども、まあ材料切って入れて待つだけで美味しい料理ができるんですけども、この前お話ししたお客さんがね、この料理の時間がなくなれば他の家事もこなせるし、何よりこの空いた時間で子供や旦那とゆっくりとね話す時間が作れたんですよ。この人ね、ここが夫婦円満の秘訣ですかね、とまでおっしゃってましたね。もちろん料理をする旦那さんのご家庭にも当たったことがあって、同じ声いただいてますね、という感じです。このように同じ商品の提案だったとしても、いろんな角度からその魅力って提案できるんですよ。これするだけで今まで全く商品に興味を持たなかった人が興味津々で聞いてくれるんですよね。なんでいろんな角度から自信を持って提案できるように準備していきましょう。では最後3つ目です。それはですね、仮説検証です。これって要するに、まあ、まず行動する前に仮説を立てて、で実際行動に移して、それに効果あったんですかって見るっていうやつですよね。いわゆる PDCA サイクルに近い感じですね。まあ、例えば先ほどお話ししたホットクックの例で言うのであれば、普段から料理しない人だったら、絶対料理作るの大変やわ。やったら、ほったらかしでプロ並みの料理ができるっていうメリットって刺さるやろうな。という仮説を立てて行動したとします。その結果、売れてしまえばそのトーク使えるってことですからね。バンバン使っていきましょう。これ逆にね、間違ってたとしたら修正していきます。例えばですね、あー、プロ並みの料理作れるって全然刺さらんかったな。よし、じゃあ今度はね、お手入れ簡単で、もうね、毎日めんどくさいお手入れしなくていいんです。
ていうメリットで押してみようという別の仮説を立てて実際トークに使うっていう感じです。これを繰り返していくことで着実に営業力をつけていくことができるんですよ。またこれってね、営業だけじゃなくって自分の考え方を変えたりとか知識を増やしたりとかですよね。こういうところで使えるんで、もうね、習慣化してください。即決営業という感じでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。今回の話をまとめるとですね、営業成績を上げるためには何を考えていればいいのかというテーマでお話ししましたね。それは全部で3つあります。1つ目が相手の喜ぶ提案をするということですね。これってお客さんのことをもうまるで身内の人かのように考えることが大事です。自分の大切な人のためなら喜ばせてあげようって考えれますよね。その感覚でいきましょう。そして2つ目、自分の商品に自信を持つということですね。なんか自信なさそうに提案されるのと、めちゃめちゃ自信満々で提案してくる営業さん、どっちの方がお客さんとして気持ちいいか、逆の立場になって考えてみてください。お客様にいい買い物したなって思わせれるのは他でもないあなただけです。頑張っていきましょう。そして最後3つ目、仮説検証をするです。やっぱ最後は自分で考えることが大事になってきます。失敗したら死ぬわけではないので、失敗したら成功のために糧にする、これを繰り返してください。そうすることによって本当に売りたいものをしっかりと売っていける真の営業マンになっていきますというところでした。我々株式会社即決営業では YouTube 以外でもですね、様々な形で営業マンの方のお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方はですね、この動画が終わったらすぐに即決営業公式 LINE に登録してください。即決営業公式 LINE に登録するとですね、あなたの売り上げが上がる3つのプレゼントがゲットできます。また東京大阪ウェブでですね、即決営業体験セミナーというものもねやってますので、ぜひご参加ください。公式 LINE 体験セミナーともに概要欄に詳細ありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの豆田でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。